一番ずつ区切っていきます。よし、OK です。じゃあよろしいでしょう、皆さん。第1幕第1番グロスター公爵リチャード一人登場。どうぞ。今や我らが不満の冬もこのヨークの太陽輝く栄光の夏となった。我が一族の上に垂れ込めていた雲は全て水平線の彼方深く葬り去られた。今や我らが額には勝利の花輪が飾られ、傷だらけの鎧兜は記念に吊るされ、いかめしい時の声はさんざめく宴の声に、武田家しい新宮はにぎにぎしい踊りに変わった。つわものどもは険しい顔をほころばせ、もはや怯える敵の肝を冷やそうと、武装した群馬に打ちまたがることもなく、今やみだらな竜との根に合わせ、ご婦人方の部屋で器用に軽く飛び跳ねる。だがこの俺と来たら、この体つきでは色恋もできず、惚れ惚れ鏡を覗き込むわけにもゆかぬ。浮気な色目の前で気取ってみせるような色気なんぞありはしない。醜い体のこの俺は格好というものを切り取られ、嘘つきの自然に体つきを騙し取られたこの俺は、寸足らずの歪んだ出来損ないのまま、尽き足らずの未熟児としてこの世に放り出され、あまりに無様でみっともないから片足引き引き歩けば犬も吠えかかる。そんな俺だ、軟弱に浮かれ騒ぐこの平和な時代に何の楽しみがあるものか。日向で己の影でも眺めて、その醜さを鼻歌で歌うのが関の山となれば、美男美女と口上手だけがもてはやされるこの時代、恋の花咲くはずもないこの俺は、もはや悪党になるしかない。世の中のくだらぬ喜び一切を憎悪してやる。筋書きはとっくにできている。危ない幕開きだ。酔っ払いの予言、中傷、夢占い、そんな手を使って二人の兄王とクラレンスと死ぬまでに組み合わせるのだ。この俺が心底ずるく卑怯で嘘つきであるように、王エドワードが心底誠実であるならば、今日にもクラレンスは監獄にぶち込まれるはずだ。予言のせいでな、名前が G で始まる者に王の世継ぎが殺されるという。おっと、引っ込め、企みはこの胸に。クラレンスがやってきた。おはようございます、兄上。どうしたというのです、この物々しい警護は。陛下がこの身の安全を気遣いなり、こんなお供をつけてロンドン島まで送り届けてくださるのさ。何の権利で。私の名前がジョージだからだ。そんな兄上、そりゃ兄上の罪じゃない。悪いとすれば兄上の名付け親。ひょっとして陛下は兄上をロンドン島で新しい名前に洗礼し直そうつもりだろうか。でもどういうことなんです、兄さん。教えてもらえますか。教えもしよう、リチャード。分かっていれば。だが見当もつかぬんだ。聞いた話では、陛下は予言やら夢占いに耳を傾け、数あるアルファベットから G の文字をお選びになった。魔法使いに告げられたからだ。G によって王の世継ぎが途絶えてしまう。我が名ジョージは G で始まる。だから私がその悪党だとお考えになった。そんな愚かにもつかぬざれ事で、このように私に縄をかけようというのだ。いやはや、男が女の尻に敷かれるからこのざまでございます。このざまです。兄上をロンドン島へ送ろうとする者は王ではない。王と結婚したグレーキオ夫人、あの女ですよ。王をそそのかしてこんなひどいことをさせるのはあの女だったじゃありませんか。それからあの女のご立派な弟、
してヘイスティングズをロンドン島へ送り込んだのも、ヘイスティングズは今日ようやくご出所と相なりますが、我らの身も兄上、危ない危ない。まことに安心できるものはおるまい。妃の身内か、王とシャーク人の取り持ちをして忍び歩く使い、夜の使いも使い以外はな。聞いておらぬか、ヘイスティングズ卿もこの度の出所を求めてシュア夫人に大層頭を下げたというお話。大臣もシュアの女神に兵庫らし、ついに牢屋の兵庫へし、というわけで、こうなりゃそれ王のご寵愛を受けるには、あの女の家来となって、あの女のお仕着せでも受けなければなりますまい。あの妬み深い豊島御家とあのご婦人は、兄王のおかげで貴婦人になりやがってからというもの、我が王国のかしましい名付け親となりやがった。恐れながらお二方に申し上げます。国王陛下のご厳命により、どのような身分の方であれ、クラレンス公爵だ殿と密談なさることは固く禁じられております。そうであろう。であるから、ブラケンベリー閣下、どうぞ我らの話に加わっていただきたい。謀反の話などしてはおらぬ。王は聡明で徳高い お方だと話しているのだ。気高いお妃は立派な年輪を重ねられ、美しく、人を妬むことがないとな。また、手話夫人のおみ足の可愛らしいこと。唇はさくらんぼ、瞳はつぶらで、お口はすべらか。それに、お先の親族は貴族になられたと、そう話しているのだ。どうだね、違うとは言えまい。それでは、私がお邪魔をしてはいけないこと。いけないことを手話夫人と。いいかね、君、あのご婦人といけないことをするなら、一人を除いてこっそりやらなきゃなるまいよ。一人とはどなたで？ご主人だろうか。私は羽目をというのか。どうぞお許しください。それから公爵様とのご会見もここまでとさせてください。お前の任務は分かっている。従おう。我らは王妃の奴隷。従わねばなりません。兄上、さようなら。私は王のもとへ参ります。お役に立つことがあれば、たとえエドワード王につきまとうあのご家を姉さんと呼ぶことさえもやってのけましょう。兄上を救うためなら、それにしても、実の弟にこの仕打ち、とてもお察しいただけますまい、この胸の痛みを。私同様、お前にも辛いことだな。ともかくも、兄上を長く獄にとどめ置きはしません。必ずお出しいたします。さもなくば、私が身代わりになります。それまでどうかご辛抱。仕方あるまい。さらばだ。二度と戻らぬ道を歩いて行け。騙されやすいバカなクラレンス。大好きだよ。だからすぐにそも、だからすぐに、だからすぐにもその魂を天国へ送ってやろう。天の方で受け取ってくれるものならば。だがあれは誰だ。すごくしたばかりのヘイスティングスか。これはご機嫌麗しゅう、公爵。宮内大臣閣下にもご同様に。諸場の空気は格別でございましょう。獄中ではいかがお過ごしでした。囚人らしく辛抱しておったよ、公爵。だがこれからは長生きをして、この身を投獄した連中にたんまりお礼をしてやるつもりだ。ごもっとも、ごもっともで。クラレンスも同じことをするでしょうな。閣下の敵は今やクラレンスの敵。クラレンスも閣下と同じ目に遭わされました。嘆かわしい限りだ。わしがカゴに入れられ、トンビやハゲタカが好きかって飛び回るとは。何か耳新しい話でもありますか。耳苦しい話ばかりだ。王様はご病気でご衰弱の上お詐欺になり、医者たちもひどくその身を案じておる。聖ヨハネにかけて、それはまことに耳苦しい。長いこと不摂生をお続けになり、無理を重ねてお体をボロボロになさったせいだ。考えるだに嘆かわし。どこにおられます。せっておいでですか。そうだ、お先にどうぞ。後から参ります。よし、王はもう長くないぞ。だがまだ死んでくれるな。上司が早馬で天国に送られるまではな。
俺はこれから王に会い、もっともらしい嘘800を並べ立て、クラレンスへの憎しみをかきたててやろう。この根深い企みがうまく進めば、クラレンスの命も今日限り、それが死んだら、神よ、エドワードもお召しになり、天下を好みにお与えください。そのために、今のうちオリックの末娘と結婚しておこう。うん、あれの夫も父親も俺が殺したが、それが何だ。あの女に償いをする一番手っ取り早い方法は、あの女の夫になり、父親になってやることだ。そうしてやろうじゃないか。愛しているからではない。別の秘密の企みがあり、それを果たすには、あの女と結婚せねばならぬからだ。だがこいつは取らぬタヌキの皮材よ。クラレンスはまだ息をし、エドワードはまだ生きて王座にある。二人が消えてからだ。儲けを数えるのは。はい、カット。ありがとうございました。あの、池田さんです。池田さん、何か一言。おはようございます。はい。何か他によろしいですか。はい、すみません。あのですね、ちょっとこの交番表で間違いがあって、第1幕の第3話なんですけど、ヘイスティングスがちょっと被っちゃって、松村さんと池田さん被っちゃってまして、あの松村さんをカットして池田さんでお願いします。はい、え、お願いします。じゃあ、2番に進んでいきます。はい、庵の方。はい、紳士の方。はいはい、リチャードの方、はい、ブラッケンベリーの方、じゃなくて以上ですね。じゃあいきます。はい、第1幕第2話、矛を持つ護衛に守られたヘンリー6世の遺体が運び込まれる。モシュアン登場。お戻しなさい、お戻しなさい。その棺を、棺に納められたその尊さは変わらない。主君の時ならぬご最後をここで死ぬのをお弔いしたい。さあ、シェア、聖なる陛下の姿の中、このお姿、アーカスターテの燃え尽きた白い灰、王家の血を引きながらその血も失せたお泣きから、どうぞ、この哀れな案が陛下の御霊を呼び覚まし、打撃をお聞かせすることが自然にもたらぬことでありますよう。お聞きあれ、御身にこの傷をつけたまさにその手により、夫を、陛下のご子息エドワードを殺されました愛が嘆きを。ほら、こうして陛下の命を吐き出したこの窓に、惨めな子の目から飼いなき紅葉を注ぎます。ああ、呪われるがいい、このお体を貫いた手は。呪われるがいい、このようなことをした心なき心は。呪われるがいい、ここから血を流した者の血は。命を奪い、我らを不幸の道徳に突き落とした。あの憎むべき卑劣感には、狼、雲、ひきがえる、いや、地を這い回るどんな嫌な生き物の運命よりも忌まわしい悪運が降りかかるがいい。あいつに子供ができるなら、好き足らずで化け物のようなおぞましい姿で生まれてこい。その醜く異様な姿を一目見るや、楽しみにしていた母親も怯えおののくがいい。その化け物が奴の邪悪を受け継ぐがいい。あいつが妻をめとるなら、女も私が若き夫と陛下に先立たれて感じる以上に、あいつに死に別れて惨めになるがいい。さあ、チャート氏に聖なる棺を持ってまいりましょう。そこで埋葬するために聖パウロ寺院からお運びしたのだから。でも重くて疲れたのならいつでもお休み。その間私はヘンリー王のお亡骸にすがって嘆きましょう。待て、お前たち、棺を下ろせ。この悪魔を呼び出したのはどこの魔法使い？心を込めた神聖な葬列の邪魔をするとは。悪党め、死骸を下ろせ。聖パウロにかけて言うことを聞かぬ奴は死骸にしてしまうぞ。殿下、どうかお下がりになって棺をお通しください。人間め、控えろ。俺が命じる。お前が下がれ。矛を上げろ。お前の胸元よりもっと上に、さもないと聖パウロにかけてお前たちを叩きのめし、這いつくばらせて足蹴りするぞ。こじきめ、偉そうに。まあ、震えているの、みんな怖
間。人間の目で悪魔は見るに耐えない。言っておしまい。この忌まわしい地獄の手先め。お前が手を下せたのは陛下のお体だけ。板間にまでは手は出せぬ。だから消えなさい。優しい聖者よ。まあそうつれなくしなさるな。汚らわしい悪魔よ。消えろ。悪さをするな。お前は幸せだったこの世界を阿鼻叫喚の地獄に変えた。自分の悪行を見て図に入りたいなら見るがいい。この殺戮の見本を。なるほど。見て、見ておくれ。ヘンリー王の同じ柄を。こぼれついていた傷口がまた血をドクドク吹き出した。恥を知れ恥を。汚らわしい危険の怪物め、お前が現れたからだ。血のない空っぽの冷たい血管からこんなにも血が流れ出てきたのは、人の道を外れた逆非道なお前の所業が理屈を外れたこの血のほとばしりを招いたんだ。ああ、この血を作りたまえし神よ、王の死に復讐を。ああ、この血を飲み干す大地よ、王の死に復讐を。天よ、生かしてこの人殺しを打ち殺せ。さもなくば大地よ、大きく口を開け、こいつを生きたまま飲み込め。大地が飲み込んでいるこの善良な王の血は、この地獄の魔師が流したのだから。奥方、慈悲の掟をご存じないか。悪には善を、呪いには祝福を。悪党、神の方も人間の掟も知らぬくせに、どうだ獣でも少しは哀れみを知っている。だがわしは知らぬ。だから獣ではない。まあ不思議、悪魔が真実を語る。もっと不思議だ。天使がそんなに怒るとは。神々しい完全無欠なる女性よ、どうか私にかけられた濡れ衣の数々、証拠を挙げて晴らさせておくれ。まいましい完全不潔なる男性よ、どうかお前が犯した悪行の数々、証拠を挙げて呪わせておくれ。言葉も及ばぬ美しいお方、何とぞ申し開きをすることを堪忍していただきたい。想像も言わぬ汚れたお前、お前のできる申し開きは首をくくることと観念していただきたい。そんな自殺行為は自分の罪を認めることになる。そんな自殺行為によってのみお前は許される。不当にも他人を虐殺したお前自身に正当なる罰を下すのだから。私が殺したのではないとしたら、それなら誰も殺されなかったことになる。だが死んだのだ、あくまでお前のせいで。私はご主人を殺さなかった。そしたら生きているはず。いや死んだ。エドワードの手で殺された。この大嘘つきめ、王妃マーガレット様が目撃者だ。お前の人殺しの剣が夫の血に煙ったのをご覧になった。その剣をお前の兄たちが払いのけなければ、お前はお妃様の胸に突き刺すところだった。それは妃が口汚く罵ったからだ。罪のないこの方に連中の罪を負わせようとしたからだ。それはお前の心が血に飢えていたからだ。考えることといったら人殺しのことばかり。この王を殺したのはお前だろうが。それは認める。認めるだとハリネズミめ。それなら神も認めよう。その非道ゆえにお前は地獄落ちだと。ああ、優しく徳高い気高いお方だったのに。だからこそ天の王様のもとへ行くのがふさわしい。このお方のいる天国にはお前は絶対行けやしない。私は感謝されてもいいくらいだ。王をこの世よりふさわしいところにお送りして差し上げたのだから。お前にふさわしいところは地獄以外にない。一箇所ある。どこだか言おうか。どこかの地下牢。あなたの寝室。お前の寝る部屋には不安ばかりが満ち溢れるがいい。そうなるだろう。あなたと寝るまでは。そうなるがいい。そうなると。だが優しいや、こんな激しい基地の押しはやめにして、もっと穏やかに話そうではないか。プランタジネット家の二人、ヘンリー王とエドワード王子の、エドワード王子の非業の死をもたらした黒幕こそ、下手人同様悪いと思わぬか。お前が黒幕、そして呪わしい下手人だ。あなたの美しさなのだ。手を下させた黒幕は、あなたの美しさが寝ても覚めても私を悩ませ、世界中の男を殺してもいいと思わせたのだ。あなたの素敵な胸にほんのひとときでも抱かれるのなら。そんなことがあるものか人殺し。万一そうなら、この爪でこの頬から美しさを引き裂いてみせる。その美しさが壊されるのをこの目では見てはおられぬ。私がおそばにいる限りそれを気がすまではさせぬ。この世が太陽の恵みで生きているように、私はあなたの美しさで生きている。
あなたは我が光、我が命だ。お前の光など闇に消えろ。お前の命など死に絶えろ。ご自分を呪ってはいけない。どちらも君なのだ。そうだったらよかった。お前に復讐してやるために。君を愛する男に復讐するとは筋の通らぬおかしな話。夫を殺した男に復讐するのは筋の通った真っ当な話。君から夫を奪った男は君にもっと良い夫を与えようとしたのだ。もっと良い夫などこの世におらぬ。もっと良い夫いるのだ。君をもっと愛してる男が。誰？プラントジェント。それこそ亡き夫。同じ名前だがもっと良い男だ。どこに？ここに。どうして唾をかける。その唾がお前を殺す毒であればよかった。毒など出てこない。そんな可愛い口から。毒でも死なぬお前の。お前ほど汚らしい引き返るは消えておしまい。目が汚れる。その目がこの目を虜にしたのだ。この目がバジリスクとなりお前を睨み殺せればいい。殺しておくれ。すぐに死んでしまいたい。だってほら、その目のせいでこの身は生殺しだ。君のその目はこの目から塩辛い涙を引き出し、恥ずかしくも子供じみた雫を垂らさせている。哀れみの涙などついぞこぼしたことがないこの目が。そう、おぞましい形相をしたクリフォードの剣にかけられて、ラットランドが断末魔の悲鳴を上げ、父ヨークと兄エドワードが涙した時でさえ、そしてまた君の勇猛なお父上が我が父の悲壮な死に用を話して、死に様を話して、子供みたいに20遍も言葉に詰まってすすり泣き、見守る連中の頬が皆雨に打たれ木立のように濡れそぼったあの時も、そんな悲しみの時でさえこの男子の目は卑屈な涙を軽蔑した。それほどの涙、それほどの悲しみでさえこの目に引き出せなかったものを、君の美しさを呼び起こし、泣き濡れてこの目を見えなくする。味方にも敵にも嘆願など耐えてしたことのない私だ。この舌に甘く滑らかな言葉など乗せることはできない。だが今、君の美しさが報いとなるなら、傲慢な心を曲げ訴え、不器用な舌で嘆願する。そのような蔑みな唇、蔑みを唇に教えるな。それは口づけのためだ。蔑みのためのものではない。復讐に流行るお心ゆえ、どうあっても許せぬというなら、さあこうしてこの鋭い剣をお貸ししよう。これをどうぞ我が真心こもるこの胸に収めて、君を崇める魂を引きずり出してくれ。死の一撃を受けるべく胸をはだけ、こうしてひざまずいて、つつましく死を願おう。ダメだ、ダメだってば。ヘンリーを殺したのは私だ。ダメ、君の美しさなのだ。私をそそのかしたのは。ダメだ、やるなら今だ。ご主人のエドワーを刺したのはこの私だが、君の神々しいお顔なのだ。私に火をつけたのは。さあ剣を取りなさい。さもなければ私を取りなさい。立ちなさい、しらじらしい。お前なんか死ねばいいが、この手を汚す気はない。では慈愛を命じてくれ。やってのけよ。もう命じた。怒りに任せてよ。もう一度言ってくれ。そしたらこの剣で、君を愛するあまり君の恋人を殺してしまったこの手で、君を愛するあまり君の誠の恋人を殺してみせよ。どちらの男が死ぬのも君のせいだ。お前の本心を知りたい。この下で言ったろ。その下も心も嘘ばかり。では誠の男はいないことになる。もういいわ、剣を収めなさいな。じゃあ言ってほしい。仲直りができたと。それはいずれまた。だが希望を持っていいんだな。誰だって希望ぐらいは持つでしょうよ。どうかどうかこの指輪をはめてほしい。ほら
ご覧よ。こうして私の指は君の指を包み込む。こうして哀れな我が心は君の胸に締め付けられ、抱きしめられる。指輪も心も君のもの。身につけていてくれ。そしてもし君に身を捧げる哀れなしもべがこの雅なお手にするお願いを一つだけ叶えてもらえれば、君はその男を永遠に幸せにすることになる。何？この悲しい葬儀は喪主となるべき最大の理由があるこの男にお任せになって、あなたはこのまままっすぐ我が家、我が家クロスビー邸へお越しください。こちらはチャートーシーの造園で、この気高い王をオゴスカに埋葬し、後悔の涙で墓を濡らした後、急ぎ我が家に取って返してあなたにお会いします。他にもいろいろ申し上げていないわけがありますが、どうかこのお願いを許してください。喜んで、それほど改心なされたはとても嬉しいこと。トラセル・パークリー、あ、一緒に来ておくれ。ではお別れの挨拶を。ダメ、そんなこと。でもお世辞の言い方を教わりましたから、もうさよならをしたと思いなさい。チャート氏へですね、殿下。いや、ホワイトフライヤーズだ。そこで待っておれ。こんな気分の時に口説かれた女がいるのか。こんな気分の時に口説き落とされた女がいるか。あれは俺のものだ。だからずっと大事にするつもりはない。え？あれの亭主も父親も殺したこの俺が、心の底から俺を憎み抜いている女をものにしたとは。口には呪い、目には涙、そして足元には俺の憎しみの証人が血を吹いていたという。神にしろ、両親にしろ、何だって俺を遠ざけたはずだ。しかもこっちの味方になるものといえば、ただ悪魔の心とおたごめかしこの顔だけだ。なのに見にした。全世界を敵に回して味方はゼロだったのに。はっ！あの女はもう忘れたのか、自分の亭主、あの立派な王子エドワード。この俺がほんの三月前、キュークスベリーの戦いでカッとなって殺しちまった男。俺なんかよりずっとマシの未明麗しき素敵な貴公子、自然の神様が腕によりをかけてお作りになった一品だ。若くて優しくて賢くて、しかも孫を敵、刀なき王子様。世界広しといえどもあれほどの玉は二度と出てきやしない。それなのにあの女、下を見て鬼目をかける。あの優しい王子を花の命を摘み取って、あの女を御家にし、独り寝の悲しみに追いやったこの俺を、エドワードの爪の赤にも及ばぬこの俺を、足が悪くてこんなにみっともないこの俺を、我が王国はビタ線一枚にかけてもいい。俺はこれまで自分を思い違いしてたんだ。どうしてだかわからんが、あの女の目には俺が素晴らしく立派な男に映ってに違いない。一奮発して髪でも変わ、仕立て屋も2、30人雇ってこの体を飾るファッションの研究と車両、自分がまんざらでもなくなってきたからには多少金をかけてもかっこよくする。だがまずあのジジイを墓に放り込んで、それから嘆き節で我が恋人のもとへ帰る。鏡を買うまで徹底で送れよ、天童さんよ。みちみち見とれていきたいからな、自分。はい、カット。はい、ありがとうございました。はい、では行きます。よろしいでしょうか。では第1幕の第3番ですね。これなんだ、もうリバースどうしたとか。はい、王妃リバース教グレー教登場。ご辛抱を姉上、陛下はきっとすぐご回復なさるでしょう。
母上が落ち込めばかえって陛下のご病気に触ります。ですからどうか気を取り直して明るく陽気なお顔で陛下を元気づけてください。陛下がお亡くなりになられたら私はどうなるのだろう。立派な夫を亡くす災いはそれだけです。立派な夫を亡くせばあらゆる災いが起きる。夫亡き後のお慰めとなるように神様が立派なお世継ぎをお恵みくださったではありませんか。あの子はまだ幼い。しかもその後継はフロスターとリチャードと任されている。私はお前たちを嫌っている男も。あの男は摂政になると決まったのですか。どうせそうなる決まったわけではないが、でもそうなるに違いない。王がお亡くなりになれば。バッキンガム公とダービー、バッキンガム公とダービー伯がお見えです。お妃様にはご機嫌の衆。行く久しくご機嫌よろしゅう。リッチモンド伯爵の母家にはダービー伯爵の今の善良なるお祈りにご同意はなされますまい。でもダービー伯、今そなたの妻となったあの方が私を愛さぬとしても、あの方の尊大な気くらいの高さゆえに善良なる閣下を憎んだりはいたしません。どうか妻を陥れようとする妬みがましい誹謗中傷をお信じになりませんよ。またもし妻の権威が真実でありましょうとも、姉の心の弱さとお許しください。気まぐれな病から出たことで根のある得意ではございません。今日は陛下にお会いになりましたか、ダービー伯。たった今バッキンガム家と私はご拝謁より下がってまいったところでございます。ご回復の見込みはいかがでしょう。大いになります。陛下は陽気にお話になりました。ああよかった。陛下とお話になられたのね。ええ、陛下はグロスタークとおき、お妃様のご兄弟の不安、さらには宮内大臣殿との間を取りなそうと皆を御前にお召しになり、お召しになるべくお使いをお出しになりました。それでまとまるならいいが、無理であろう。我らが幸せも心が峠。ひどい話だ、けしから。一体誰だ。私が冷酷で、あの方々を愛しておらんだと陛下に文句を言ったのは、聖パウロにかけて、そんな喧嘩の種をまくような噂で、陛下の耳を満たす連中は陛下を愛しておらぬのだ。私はおべっかを使えない。愛想を振りまけない、にやけへつらい、ご機嫌をとって騙すこともできなければ、フランス流の会釈も、猿のようにペコペコお辞儀もできない。だからといって、私は腹黒い敵だと決めつけられてしまうのか。正直者がまっとうに生きていこうとしているのに、その実直さは、ヘラヘラと狡猾なごまつり野郎のせいで、こうもねじ曲げられればならんのか。誰に話しておられるのです、陛下。あんたにだよ。人をカッカとさせる心得の鬼だ。私がいつあんたを傷つけた、いつひどいことをした、それともあんたに、あんたに、あんたら一部誰に、みんなで君よりでも取り憑かれろ。国王陛下は、あんたたちが望む以上に長生きをされよう。陛下が静かに息をする間もあればこそ、ゲスな申し立てをして陛下を悩ますとは。弟グロスター、それは誤解です。陛下はご自身の気持ちから、誰に勧め尽くされたわけでもなく、あなたの胸にある憎悪が行動に現れ、私たちの子供たち、兄弟、そして私自身に向けられているのをお察しになって、その悪意の原因を知ろうと。どうですかな。近頃はひどい世の中になって、わしも止まらぬ高い岩で味噌ささいが餌を漁る。ゲスが紳士階級になり上がり、紳士がゲスにされてしまう。まあまあ、分かっていますよ、トットクロスター。あなたは私どもの昇進を妬んでいるのだ。今後ともあなたの島にはなりませんよ。ところがこちらはお世話になりっぱなしだ。おかげさまで兄は投獄され、私は恥辱を受け、貴族階級は侮蔑される。その一方で毎日護衛達が大盤振る舞い、つい2日前まではいるだけで尺に触るような連中が今じゃ尺位を持つのだから。かつて私がいた幸せから、この煩わしい高みへと私を引き上げになった神に誓って、陛下に嘘をかかせてフラレンスコを貶めたのは私ではない。むしろあの方を熱心に弁護しました。殿下のなされようは恥知らずの侮辱、忌まわしい疑惑に無実の私を巻き込もうとするものです。ヘイスティンス卿のこの度の投獄についてもあなたが手を下したのではないと否定できるわけだ。できますとも殿下、なぜならできますともリバース卿、誰でも知っている。否定どころかもっといろいろできない。お妃様は君たちを大いに昇進させるに骨を折りながら手など貸していないと空と向け、栄誉を得たのは美徳のせいだということもできる。できないことなどあるか。できるよ、結構。結構何ができると。結構何ができる。結婚ができる。独身で2枚目の青に咲いたった大人、
君の婆さんの芸衆の悪さとは段違いだ。グロースター公、あなたの露骨な非難、年がたい焦燥、もはやこれ以上耐えられません。これまで我慢してきた罵詈雑言、誓って陛下の耳に入れます。王妃の身でありながらこのように噛みつかれ、馬鹿にされ、罵られるなら田舎の女中にでもなった方がまし。イングランドの王妃でもあって、喜び者など僕わずか。その悪さは元は伝えない。お前の命を見る王座の元は私のもの。おや、王に話すのと私を脅すのか。王のご面前だって断言できるぞ。ロンドンの夫を送りなく構わない。言うべき時が来た。我が働きがすっかり忘れられたようだ。まさかく、その働き忘れるものと。我が目に本元で殺し、哀れな息子めどもと、という気便利で殺しよ。あなたが妃となり、そう、あなたの夫が王となるまで、私は兄の大義のために黙るように働いた。兄が溺れる敵を根こそぎにし、兄の味方に惜しみなく分け与え、兄の血を王の血とするために自分の血を流したんだ。ああ、もっとずっと尊い血も流したぞ。その間ずっと、あなたとあなたの夫グレイはラスター家の地位だった。リバーター爵、あなたもだ。マーガレットの武将として殺されて、あなたの夫は聖オールマンとの戦いでマーガレットの武将として殺されたのではなかったかね。お忘れなら思い出させて差し上げましょう。かつてあなたが何者であって、今何者であるか。ついでに、かつての私、今の私が何者であるか。人殺しの悪党だ、昔も今も。かわいそうなクラレスはシュートオリックを見捨て、そう、自分も裏切ったのだ。神のお許しがありますよ。神の復讐がありますよ。エドワードに王冠をいただかせるべく戦うためだ。その報いが。かわいそうに、牢獄送りだ。この心もエドワードのように、鋼であればよかった。でなければエドワードの心が私のように柔軟で哀れに深かったら、私と来たら子供のように人獄すぎてこの世では生きていけない。マジで地獄へ行き、この世を去れ。この悪魔、そこがお前の王国だ。グロスター公、我らを敵に仕立てようとあの世話しない時代のことをおっしゃるが、私たちはあの時の主君、当時の王に従ったまでで、あなたが王であればあなたに従うまでのことを。私が王だって、むしろ行商人になりたいで、王になんて思えもよらない。この国の王となったところで、お察しの通り喜びなどありません。この国の王妃となった私に、お察しの通り喜びがないように。王妃に喜びなどありません。私こそ王妃なのに、喜びは一切ないのだ。もはやじっとしてなど俺の。聞け、海賊ども。私から奪ったものを分けるのに仲間は抜けんとかい。この顔を見て触れ上がらない者がいるか。王妃である私に、もはや家臣とかお辞儀をせんとしても、私から位を剥ぎ取った謀反人として身振りするがいい。はあ、心優しい悪党ども、暴目だ。汚い仕業者の魔女め、なんで現れた。お前がめちゃくちゃにしたものを数え上げるためだ。それが済むまでは話さんぞ。追放されたんではなかったのか。見つかれば死刑だぞ。そうだ、だが追放を耐えなさい。自分の居場所で死んだ方がマシだ。お前には夫と息子を返してもらえない。お前には王国を、お前たちに何は忠誠を。この私の悲しみは本来お前たちのもの。お前たちが横取りした喜びは全て私のもの。我が気高い父上がお前にかけた呪いを思い知れ。父上の惜しい額に紙で作った王冠をかぶせ、諸称を浴びせ、父の目から涙を川と流させ、それを吹けと、かわいいラットランドの罪なき血に浸した濡れ衣を父上に突きつけた時だ。あの時お前に向けに発せられた魂の苦痛に歪んだ呪いが今お前に降りかかっているんだ。我々ではない、神がお前の血生臭い将棋を罰しているのだ。正義の神は正義の神は罪なき者の味方。ああ、非道の極みだ。あの王様を殺すとは前代未聞の残虐さだ。あの知らせにはどんな情け知らずでも涙した。必ず祝福しようと誰もが思った。その場にいたノーサンバラントさえ泣いた。なんと、私が来るまではいがみ合って互いに喉に飛びかからんばかりだったのに、今度はその像を一斉に私にぶちまけるのか。よくもひどい呪いがそれほど天国に響き渡り、ヘンリーの死も、可愛いエドワードの死も、王国の喪失も、我が惨めな追放も、みんなあのひねくれ小僧の命の代償だとでも言うのか。呪いは雲を突き抜け天国に届くのか。それならばどけ、どんよりした雲よ。奴
間のごとき我が呪いに道を開けろ。お前たちの王は戦で死ぬのはやり死なぬのはやりすぎで死ね。あいつが王になったのも我が王が殺されたからだ。今や皇太子となったお前の息子エドワードはかつての皇太子我が息子エドワードのために同じような非業の死によって若手にするがいい。王妃なるお前は王妃であった私のために惨めな私同様を自分たちに恥をそらせ、せいぜい長生きして子供の死を嘆け。そして我が王座を横取りしたようにお前の権利で課題だった別の王妃を今私がお前を見るように見えるがいい。お前の幸せな日々はお前が死ぬ前に不幸に死にたい死にたい。お前は長く果てしない悲しみの歳月を経てた挙句、母でもなく妻でもなく王妃でもない者として死ね。リバース、どうせとお前たちはただ見ていたの。ついにフェイスキンです。お前もだ。我が息子は血まみれの関係に刺し殺されたときに、お前たちを誰しもにして寿命を全うせずに離婚の死を遂げればいい。自分はやめろ、このいやらしい邪悪者ままで。お前が残っていたね。待てよ、聞くのだ。お前の上に吹かれて私が願うよりももっと悲惨な生き霊がこの世にあるとしたら、お前の罪が尽くすまでどうか天がそれを蓄え、いよいよという時にこの世の平和を乱すお前の頭上にその憤怒を叩きつけますよ。お前の魂は容赦という無事無事に常に貪られ、生きている間は味方を裏切り者と疑い続け、第二裏切り者の第一の味方とも違い、そのおぞましい身は眠りで閉じられることはなく、閉じたとしても悪に寝なされ、醜い悪魔たちがひしめく地獄に怯えろ。生まれ損ない、出来損ない、大地を掘り返す豚、生まれながらにして烙印をされたもの、悪魔の申し子としがめられ、母親の痛めた腹を踏みにじり、父親の憎しみを受けて生まれた恥知らずの忌まいましい。マザレット。リチャード。呼んだのではない。これは失礼。てっきり今までの悪口は皆私に向けたものかと思っていた。それはそうだ。だが返事を求めてはいない。さあ、我が呪いの締めくくりだ。もう私が締めくくった。マーガレットで終わりだ。自分で自分を守ったわけ。絵に描いた妃、我が王座のアバドだよ。なんで毒で口の中を膨らませた雲に砂糖をまぶす。そのおとなしい雲の上でその身をがんじがらにバカだよお前は。自分を殺すナイフを研いでいいんだ。いずれこの毒を吐くセミシの引き返りを呪うために私に助けを求める日が来るだろう。出たるで助けを回せ。食らった農薬をかけるな。我慢の限界、痛い目に合わせるぞ。恥を知れ。我慢ならぬはこちらの方だ。本来なら身の程をわきまえさせるところだ。本来身の程をわきまえるのはお前たちだ。私が王妃である。お前たちが汚れだ。さあ、本来通り己の身の程を知るがいい。相手にするな、頭がおかしいんだ。黙れ、宝飾坊や生意気な。成り上がったばかりで貴族のつもりかい。お前はそんなような青木さんの貴族にも身分を失う惨めさを味わってもらいたいものだ。高くそびえればそびえるほど風当たりが強い。落ちれば粉々になるぞ。いい忠告だ。覚えておけ、覚えておけ、公爵。私と同様、あなたにも当てはまることです、殿下。そう、君以上だ。だが、私の生まれは硬すぎる。我が一族の巣は杉の御前に作られ、風と戯れ太陽をあざ笑う。そして太陽を陰らすのだ。はあ、ああ、太陽のようだった我が息子を見よ。今や死ぬ夢にある。その輝かしくきらめく光を、お前のかげった怒りが、とこしえの暗闇に葬ったのだ。お前たちの雛は我らが巣を横取りしてそこに救って、神を騒乱あれ、これをお許しにならぬよう。血をもって勝ち得たものは血をもって失うのだ。黙れ黙れ、慈悲を知らずとも恥を知れ。私に自身の恥なんて言うでない。お前たちこそ無理自身そのもの。恥知らずの我が希望の人を殺したくせに、私の時は慈悲と暴虐、生きることは恥だ。悲しみの怒りが何も燃え盛るのだ。もうよい、もうよい。ああ、高貴な罰金だ。その手に口づけしよう。
前との同盟、友好の印だ。お前の気高い一族に幸運が訪れますよ。お前の福には我が一族の血の死にはついておらず、お前には我が呪いは及ばない。ここにいる誰にも及ばぬ。呪いというものは、それを口にした者の口から離れぬ。いやいや、呪いは天に立ち上り、そこで静かにまどらむ神を起こすのだ。おう、罰金神、あの犬に気をつけろ。尻尾を振ってすり寄るかと思えば噛みつける。噛まれると毒にあえて死んでしまう。関わり合いを持つ、用心しろ。あの体には罪と死と地獄の印がついている。それぞれの種類、しもべえがやつに突き従っている。その女何を言っているのだ、罰金学校。くだらぬ戯言ですねえか。ええ、親切に忠告してやってんのに馬鹿にするのだ。離れていろいろ教えてやった悪魔に、へつらんのか。ああ、覚えていろ。いつかきっとあいつが、お前の心を悲しみに引き裂く時が来る。その時、お前言うだろう。ああでもあだと預言者だったと。みんなこいつの憎悪を受けろ。こいつはみんなの憎悪を受けろ。そしてどいつもこいつも神の憎悪を受けるがいい。この呪いを聞くとは身の毛もよだつ。私もです。どうして自由褒めになっているのです。あの人ばかりが悪いのではない。聖母様にかけて、あの人もそれはひどい目にあってきたからな。私としても手を貸したことが悔やまれる。私は何も悪いことをした覚えもない。だが、あの女がひどい目にあったで丸儲けをした。私はある人のために尽くして熱くなってな、当のご本人を冷たく、そのことを考えてもくれない。まったく、くられずにしても結構な褒美をもらったものだ。骨折りの太刀に閉じ込められて太らされている。裏で糸を引いた連中に神のお許しがあればいいが。徳高いキリスト教徒らしいお考えですね。我々に害をなした者のために祈るとは。私はいつもそうしています。抜かりもない。今乗ったりしたら自分を乗ることになってしまうからな。お妃様、陛下がお呼びです。そして殿下も。皆様方もどうぞ。参りましょう、ケイツギ。皆様ご一緒願いますか。お供いたします。先に騒ぎ立てる。ほっそり悪さをしといて、そのひどい罪を他の奴らになすりつけるという戦法だ。クラレンスを闇に放り込んだのはこの俺だが、あの騙せりやすいバカどもの前では泣いてみせる。すなわちダービー、ヘイスティングス、バッキンガムの前だな。そして連中に教えてやる。王妃とその一味ですよ。王子その昔、兄クレランスコを陥れたのは。どう、それを奴らを真に受けたこの俺に、リバース、ドーゼット、グレーに復讐しろという。ただそこで俺はふっとため息をつき、聖書の文句を引用して、悪には善をもって報いるのが神の教えとかなんとか言ってやる。こうして聖書からくすねた使い古しの文句で赤裸々な悪事に書を着せる。聖者ぶりが板につけば悪魔の演技は完璧だ。だが待て、殺し屋どこだ。どうした、腹は決まったな。大胆不敵な兄弟分、例の仕事を片付けに行くか。はい、殿下。中に入れるよう許可証をいただきに参りました。よく気がついた。ここにあるはずだ。だがよいか、処刑は迅速、非常に行い、命乞いに耳を貸してはならん。クラレンスは口がうまい。うっかり聞けばあれを申しかねない。何のおしゃべりはしません、殿下。右舷実行でさ、舌を動かすやつは手が動かない。大丈夫、俺たちは手を使います。舌じゃない。バカは涙を落とすが、お前らの落とす涙は右だ。引き薄だな。ドスンと落ちれば人が死ぬ。気に入った。早速仕事にかかってくれ。さあさあ、行け行け。はい、殿下。はい、カット。はい、ありがとうございました。はい、続きまして第1番の第、第1幕第4番いきます。ヘイスティングスの方、松村さん。松村ヘイスティングスね。ヘイスティングス、ごめん、違いました。松村クラレンス。クラレンス。
殺し屋に、監督ね、ロンドン島監守、はい、はい、ブラッケンベリー、はい、はい、殺し屋1、はい、ではこれでお願いします。はい、第1幕第4幕クラレンスと監守登場、用意。はい、なぜ今日はそんなに沈んでらっしゃるのです。いやはやひどい一夜を過ごしたのだ。恐ろしい夢、おぞましい光景を見た。心あるキリスト教徒としてあんな晩はもうこりごりだ。たとえそれと引き換えにどんなに幸せな日々が手に入るとしても、本当に憂鬱な恐ろしい夢だった。どんな夢だったのです、お聞かせ願えますか。どうやらこのロンドン島から抜け出してバーガンディ行きの船に乗っているらしく、弟のグロスターが一緒にいた。弟に船室から誘い出されて二人で甲板を散歩した。甲板の上からイングランドの方を見やりながら、ヨーク家とランカスター家の戦争中、二人に降りかかった苦難のあれこれを数え合う時は語り合っていた。甲板の滑りやすいところを歩いていると、どうやらグロスターがつまずいて倒れざまに助けようとした私にぶつかったようで、私は真っ逆さまに大海原の怒涛の中へ落ちていった。ああ神よ、溺れるのはなんと苦しかったことか。耳を弄する凄まじい波の音、目に迫る醜い死の光景、戦争もの難破船のゾッとするような残骸があり、千人もの男たちが魚に食われていた気がする。金の延べ棒、巨大な怒り、真珠の山、無数の宝石、高価な宝玉、そういうものが海底一面に散らばっていた。中には死人のドクロの中に入り込むものもあり、かつてあった目玉は嘲笑うかのように二つの眼下にはまり込んで光を放つ宝石が深海のぬらぬらした底に秋波を送り、あたりに散らばる死者の骨をあざけていた。死ぬという時にそんな深海の秘密を眺める余裕があったのですか。どうやらそうらしい。死んで肉体から離れようと何度もしたのだが、意地悪な洪水が魂を中に留め、あの何もない広々とした自由の空へ解き放ってはくれなかった。それどころかあえぐ肉体の中にぐいぐい押し込めるものだから、体は張り裂けそうになって海の中へ魂を吐き出しそうだった。そんなに苦しくても目が覚めずに。そうそうだ、命が果てても夢は続いた。それからだ、この魂に嵐が襲いかかったのは、どうやら三途の川を渡ったようだ。死に歌われるあの陰気な私森に導かれて永遠の黄泉の国に着いたらしい。勝手のわからぬこの魂をそこで最初に迎えたのが偉大なる舅、名高いウォリックだ。それが大声でこう言うんだ。約束を破った裏切り者のクラレンスに、この常闇の国はいかなる罰を下すことか。そして消えてしまった。それからゆらゆらと現れたのは天使のような影だ。輝く金髪は血まみれだった。それが金切り声で叫ぶんだ。クラレンスが来た、裏切り日和見の嘘つきが、デュークメリーの戦場で僕を刺したクラレンスが、かかれ復讐の女神たちを痛めつけてやれ。すると忌まわしい悪魔がわんさと群がってきて、この身を取り囲み耳元に土星を浴びせかけた。まさにその大音上で私は震えながら目が覚め、しばらくはまだ地獄にいるとしか思えなかった。それほど恐ろしい思いをしたんだ、あの夢のせいで。恐ろしいと思われるのも無理はありません。お話を伺っただけでもゾッといたしました。なあ君、こうして我が魂を鮮明さになる罪を犯したのも王エドワードのためだった。その報いがこれだ。ああ神よ、この心からの祈りがお怒りをなだめず、どうあっても我が過ちに天誅を下そうというなら、そのお怒りはこの身だけにとどめ、どうか罪のない妻と哀れな子供たちを助けたまえ。君頼む、しばらくそばにいてくれ。心が重い、眠りにつきたいのだ。はい殿下、ぐっすりお休みください。悲しみは敵を乱して眠りを邪魔、世
明けに染め昼は暮れいく。王侯の栄というは名ばかりで、心に募るは秘めたの悩み。手には触れ得ぬ誉れを得ても、身に覚えしは心の痛み。とすれば、王家も庶民も同じこと。見せかけの誉れ以外に違いはない。おい、そこにいるのは誰だ？なんだお前、どうやって入った？足で入ってきた。クラレンスに面会だ。なんだ、そっけな返事。ぐだぐだ言うでよりマシだろ。電車を見せてやる。おしゃれでは何だ。これによれば、気高いクラレンス公をお前たちに引き渡さぬかも。それがどういうことか、さえ問いまう。その意味から私は無実であったけど、そこに公爵がお眠りで、鍵はここだ。私は王に拝謁し、こうして職務をお前たちに委ねることをお知らせしよう。そうしないよ。賢いやり方だ。さよなら。眠ってるとこだったか。いや、それ今日のやり方、やり口だと言うだろうよ。こいつ目を覚ましたら。目なんか覚まさねえよ、最後の審判の日まで。だからその時に眠っていたとこをやられましたって言うだろう。最後の審判なんてくちばし詰まったから、なんか後ろめたくなってきた。おい、おじけづいたの。いや、殺すのは平気だ。令状持ってんだから。殺しのせいで地獄落ちになるのが嫌なんだ。どんな令状守ってくれないからな。決心はついてるんだと思ってたよ。ついてるさ。生かしてやる方に。クロスターコのところに戻ってそう言うぞ。いや、ちょいっと待て。感情的になってるだけだから、この気分も変わると思う。いつだって20と数える間もちゃしないんだ。どうだ、もう変わったか。まだちょっと両親の傘が残ってるな。褒美のこと思い出せ。仕事が終わった時の。おっと、殺そうぜ。褒美のこと忘れてた。両親はどこへ行った？クロスターコの財布の中だ。逃げちまっても、今時両親なんか持ってるやついねえよ。もしまたお前のところに戻ってきたらどうする？相手にしねえよ。臆病になるだけだ。盗みを働こうとすると悪いことだって言ってくる。悪態をつこうとするとよしとけという。隣の女房と寝ようとすると駆けつけやがる。顔を赤らめ、もじもじしやがって、胸の中でいざこざばかり起こすんだ。邪魔ばっかりしやがる。いつだったか、たまたま見つけた金の詰まった財布を返しちまったよ。両親なんか持ってると貧乏になるね。町屋と会社危険物として持ち込み禁止になってるだろ。いい暮らしをしようっていう人間は自分を頼りにして良心なしで生きるもんだ。おい、今度は俺の肘のとこまで来て公爵を殺すなって言ってくれ。心に悪魔を入れる良心なんか信じるな。うまいこと言ってくるから後で金につかされるぞ。俺はびくともしねえ。言いなりにはならねえよ。それでこそ評判を大切にする立派な人間だ。さあ、仕事にかかるか。お前の剣の柄で、剣の絵でこいつの頭をぶち当たって隣の部屋のワインタブにぶち込もう。おお、そいつダメやんだ。ワイン漬けるなしでしょ。待って、目を覚ますぞ。やっちまえ。いや、話を知ってやろう。どこにいる監修、ワインを一杯くれ。たっぷりワインをあげますよ、殿下。今すぐ。誰だ、お前は。人間です、あなたと同じ。だが、私と違って王の身内ではないな。あなたは我々と違って王の味方ではない。声はとどろくが、顔つきは下々のものだ。この声が今や王様を代弁する顔つきは俺のものだろう。なんと暗く不吉な話し方をするんだ。怖い目をして顔が真っ青なのはなぜだ。誰の使いで来た、何で来たんだ。そりゃ、私を殺しに来た。そうそう。それを言うこともできなかった君たちに私を殺せるはずがない。教えてくれ、私が君たちに何をした。俺たちじゃない、恨んでいるのは王様ですよ。ではまた仲直りをしよう。無理です、殿下。だから死ぬご覚悟を。君たちは多くの人間の中から選ばれて無実の者を殺しに来たのか。私の罪状は何だ。私を告発する証拠はどこにある。どんな正規の査問委員会がしかめ面の裁判官に評決を報告した。誰が哀れなクラレンスに厳しい死刑を宣言した。法にのっとって判決が出ていないのに私を殺そうとするのは不法の極みだ。よいか、魂が救われたいならここから立ち去り私に手を出さないことだ。
君たちのやろうとしていることは地獄落ちの滞在だ。やろうとしていることは命令によるものだ。命じたのは王様だ。愚かなしもべよ。王の王たる神はその十戒の中に命じておられる。何時殺すなかれ。それなのに神の命令を無視して人間の命令に従うのか。気をつけろ。復讐するのは復讐するは神にやり、神の掟を破る者の頭上には天罰が下るぞ。その天罰があんたに下ったらさ、偽証罪、それに殺人罪だ。ランカスター家のために戦うと神聖なる誓いを立てたはず。それなのに神は欺く裏切り者らしく、その誓いを破り、卑猥な剣で主君の子族の母方を切り裂いた。大切にお守りすると誓ったはずの王子様をだ。なのに俺たち神様の恐れ多い掟を守れってか。てめえがそれほど見事に破っておいてよ。はあ、誰のためにその悪行をなしたと思っている。エドワードのため、兄のため、あの人のためだ。そのことで私を殺しに君たちをよこしたはずがない。あの罪には私同様兄も深く関わっているのだから、もし神があの諸行の天罰を下されるならよいか。公明盛大になされるだろう。神の偉大なる御手にある裁きを勝手につけてはならぬ。神を怒らせた者を切り捨てるのに、神がこそこそ不法な手段を取ることはない。じゃあ、あんたがの立派な若武者、勇敢なら若き皇太子プラタジネットを殺したとき、あんたを血眼臭い下手人にしたのは誰なんだ。兄である王を思う心と、悪魔と、我が怒りだ。その同じ王様を思う心と、忠誠心と、あんたの罪が、俺たちをここに導いたんだよ。あんたを血祭りにあげてな。兄を愛するなら私を憎まないでくれ。私は弟だ。兄を愛している。報酬が欲しくて雇われたなら引き返せ。弟グロスターに紹介しよう。我が命を救ったと知ればもっとたんまり褒美をくれよ。私が死んだ知らせにエドワードが払うよりも。勘違いしている。弟のグロスター様はあんたがお嫌いだ。いや、愛してくれている。大切に思ってくれている。弟に伝言をしてくれ。ああ、そうしてあげますよ。こう言ってくれ。父ヨーク公が勝利の腕で我ら三兄弟に祝福を与えたとき、このように兄弟愛が引き裂かれるとは思わなかったはずだ。グロスターにそのことを思い出させれば涙を流すだ。そう、ギフスの涙もね、そう教えてくれました。弟の悪口はよせ。情に熱い男だ。そう、秋の方を枯らす雪のような暑さだ。ねえ、思い違いしてるんですよ。あなたを始末するように命じたのはあの人です。そんなはずがない。我が夫婦に涙し、この身を抱きしめてすすり泣きながら私を解放するために骨を折ると誓ってくれたのだ。その通り解放してくれますよ。この地上の束縛から天国の喜びへね。神様と仲直りした方がいいですよ、死ぬんだから。神に懺悔するよう忠告するほど、神を敬う魂を持ちながら私を殺して神を敵に回すほど己の魂には無頓着なのか。ああ、君たち考えても見たまえ。君たちをけしかけてこの殺人を犯させる者はその殺人ゆえに君たちを憎むだろう。どうする。悔い改めて自らの魂を救うのだ。君たちだってもし王子に生まれ今の私のように自由を奪われていて、君たちのような二人の殺し屋がやってきたら命乞いをするだろう。私の苦境に立たされれば君たちだって頼み込むはずだ。悔い改める。やだね、そんな臆病でめめしい。悔い改めないのは獣、野蛮人、悪魔だ。なあ、君のまなざしには哀れみが浮かんでいる。もしその目が嘘をつかぬならどうか味方をして好みの命乞いをしてくれ。王家の者がすがるのだ。小敷だって哀れと思うだろう。後ろに気をつけて、殿下。これでも買え、もう一つだ。これでもダメならマインダルの中で燃えさせてやる。寝言らしいことを、ひでえことやっちまった。こんな恐ろしい犯罪からピラトのように手を洗いたいもんだ。どうした？気づかないとはどういうことだ？チェーン
せなら俺がアニックを助けしたと報告してほしかった。報酬はお前にあるよ。俺が今言ったことを公爵に伝えてくれ。あの方が殺されちまって俺後悔してるからよ。何が後悔だ。てめえのような臆病者は剣じまい。さてと、死体をどこかの穴に隠しておいて、公爵が埋葬の命令を出すのを待とう。そして褒美をもらったらおさらばだ。この殺し、いずれはバレる。長屋無用だ。